皆さん、こんにちは。中小ニュース診断士の加藤です。本日はですね、チャット GPT を活用した、証券分析をやっていきたいというふうに思います。その第1回目ということですね。はい。で、店舗間競争の分析をですね、チャット GPT でできることが分かりました。で、店舗間競争の競争力は科学的公式で、示すことができます。つまり、2店舗で例えば争った場合ですけど、それが何対何の割合でという確率でですね、示すことができるんですね。このようなモデルをハフモデルというふうに言います。ハフモデルはですね、証券分析の代表的な手法で、1964年ですね。にデイビッド・ハフで開発されて、小売店の立地計画や証券の分析に広く使われています。これ実際に僕、実務で使ったことがあるんですけども、非常によく当たるので、ぜひ皆さんも使ってみてください。で、今回、ハフモデルについて説明をするんですが、2つの商業施設 A と B の対決みたいな形でお話をしたいと思います。で、1000平米の A という商業施設と5000平米の B という商業施設ですね。これが、K 市、仮に K 市としますが、人口4万世帯としましょう。だから約8万人ぐらい住んでる町ですね。で、これを争って取り合いをしているということにしましょう。はい。こんな形で、進めていきたいと思っております。で、ハフモデルって何なのっていう話になるので、ちょっとお話をすると、わかりやすくするために簡略化してますけども、基本的に店舗間競争力は店舗面積の多い方が有利ということになります。で、同様に、店舗間競争力は客との距離に反比例ということで、遠い客ほど不利ということになるわけです。で、今回、適当に数字を入れてみましたけども、K 市からのですね、A、店舗 A への距離が0.5キロ、500メートルですね。で、店舗 B への距離が4キロというふうにしましょう。この場合で実際に何対何の割合で4万世帯が分け合うのかっていうことですね、お話ししていきたいと思います。で、まず計算をちょっと軽くやってみますが、A なんですが、まず、店舗面積1000をですね、距離0.5で割りますので2000になります。同様に B は5000を4で割ると1250になります。この2000と1250を2つ足していきます。これが3250ということですね。この3250を分母として、丸1、A の値を割ります。これが62%になるんですが、これがですね、K 市から店舗 A に行く確率が62%ということです。同様に3250分の1250ということですから、P は A、K から B への割合は38%ということになるんですね。こんな具合ですね。4万世帯の世帯をですね、A と B で62%と38%で分け合っているということになります。実際にそう、チャット GPT がこの値を求めるかどうかをやってみました。で、以前もちょっと話したんですが、チャット GPT で CSV ファイルとか Excel のファイルを扱う場合、チャット GPT が指定したですね、書式でやっていくと成功する確率が高いので、チャット GPT にですね、どんな書式で行ったらいいのかっていうのをまず相談しました。そうするとですね、CSV ファイルを2つ出してきて、地区人口その他の特性というやつと、店舗大きさ、品揃えレベル、価格設定とか、地区からの距離っていうことをですね、こんな感じで入れてくださいというふうに事例を出してきたわけです。なので、ちょっと入れてみました。左側がプロンプトなんですが、人口ですね。これちょっと間違いになってますけど、4万世帯ですね。
4万世帯です。で、距離の位置上っていうのはこれ何かっていうと、例えば高齢者の場合ですと、距離が伸びれば伸びるほど行きにくくなりますので、距離の事情に反比例とかってこういうふうになってくるわけです。また、店舗、大きさ、品揃えレベル、価格設定、地区からの距離っていうのをですね、下の方で、定義してます。そうしますと、チャット GPT では提供された CSV ファイルから、ハフ分析を行っていきます。また今回 S1 の人口を間違えてますけども、まあこれは特に市場占有率には関係ないので、まあ、正しい値が出ることを期待します。計算の結果ですね、地区 S1 から店舗 A の、あるいは店舗 B へ行く確率はそれぞれ62%と38%となりますので、先ほど手計算で求めた値と同じになります。つまり、建築はですね、4万世帯なんですけども、4万世帯のうち62%、2万4600世帯ですね。これは来店すると。A に来店すると。同様に B に来店する世帯数は1万5400世帯ということになります。またですね、こんなですね、実務に使うですね、計算、使える、チャット GPT の使い方をですね、お話ししたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。チャンネル登録をよろしくお願いします。